ライアン・マイケル・ケイリッシュは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州ロサンゼルス市ノースリッチ地区出身のプロ野球選手、左投げ左打。MLB シカゴカブス参加に所属。カリフォルニア州ロサンゼルスで生まれ、ニュージャージー州シュルーズベリーで育つ。父はユダヤ系、母はカトリック教徒で、ケイリッシュ自身はカトリック系の学校に通った。高校時代は、 野球の他にアメリカンフットボールでも活躍した。卒業後はバージニア大学への進学を表明していたが、2006年6月の MLB ドラフト9巡目でボストンレッドソックスから指名され、60万ドルの契約金で入団。この金額は指名順位ごとに定められた推奨額を大きく上回っていたため、バドセリグコミッショナーは当初この契約を認めなかったが、 8月末になって承認された。2010年7月31日のデトロイトタイガース戦でメジャーデビュー。シーズン終了までに53試合に出場した。2011年は故障のためメジャー出場なしに終わった。2013年1月29日に右肩の関節教師化手術を受け、2013年シーズンは開幕から故障者リスト入りした。8月には 形椎手術を受けた。11月に故障者リストから外れたものの、12月2日に FA となった。2013年12月13日にシカゴカブスとマイナー契約を結んだ。2014年3月30日にカブスとメジャー契約を結んだ。開幕後は39試合に出場したが、打率242.4打点3盗塁と結果を残せず、八月八日に リーフとなった。その後、9月にセプテンバーコールアップで再昇格した。オフの11月にマイナー降格を拒否し、FA となった。2014年12月17日にトロントブルージーズとマイナー契約を結んだことが発表された。2016年2月19日に独立リーグアメリカがソシエーションのスーシティエクスプローラーズと契約するが3月3日に。 カブスとマイナー契約を結んだ。開幕は参加の AAA 級アイオワカブスで迎え、5月3日にメジャー契約を結んで25人枠入りした。5月14日に DF となり、15日に40人枠を外れる形で AAA 級アイオワへ配属された。ありがとうございます。